皆さんこんにちは、もたいです。ちょっと待って、割とけたたましく大きく飛行機の音が入ってくる。いいのか、ビル様の御前だぞ。ポニテ様であらせられるぞ。あ、私ポムフィオルに習って、今回は綺麗にやろうと思っていたのに。なってないって言われるから、このままだと。そう、このままだとポムフィオーレの法に触れる。ちょっと一回違うガチャを回してリセットしましょうか。断髪ガチャ、とっても楽しみです。はい、いいよ。決まってるね、決まってるね。カリムだね。ほい、あれよっと、ハツリドル君。おらら、ちょっとお財布確認するよ。意識は取りそう。でもポニテが。助けて。あら、リーチ兄弟。またあれよ、二人して私を笑いに来てるのよ。何よ、二人して。そんなに面白いか。癒される。いい筋肉。断髪終了。はい。冷や汗がすごい。動悸も激しいし、呼吸も荒い。大丈夫、大丈夫。百連で来てくれる。そう、100連以上はいかないから。ビルさんのポニテがすごく良かった。あのポニテにどれぐらいの人が狂わされたんだろう。生まれて初めてポニテの良さを理解した。ユニオンバースデーで入れてくるんだよ。ビルさんがポニテを、絶対本気じゃん。本気のポニテじゃん。ビル様渾身の本気のポニテが来たら、みんなだって回すでしょ。あとぜひとも後ろからも見たいんですけれども、どうすれば後ろが見れるのかな。後ろ見るのって難しくないですか。どうやったら見れる。どう課金すれば見ることができる。まさか課金の力でもどうにもならないことがあるの。そんな、いや、グルービー化させれば、あるかもしれないけど、後ろ、君の誕生日を祝いに来た。はぁ、飽きた。歌うの飽きたわ。あ、歌っちゃった。カットすると、途切れるから、諦めるか。早く来て、ビル様。これ以上私が恥をさらす前に。せめて、これからは、綺麗な声出すので。はぁ、冷や汗が止まらない。いや、ポムフィオーレの法に触れるから、せめて綺麗な声で言うけど、冷や汗が止まらないの。私はポムフィオーレを何だと思っているんだろう。ポムフィオーレ、あのシーン好きですよ。さあ、その手袋を拾いたまえ。なめんじゃねえ。え、本当に。いや、うん、言ったものの戸惑いがすごい。いや、あったよ、あったよ。そう、ポムフィオレ星による優美かつエレガントで大胆な、なめんじゃねえが存在した。え、なんかもう全然出てこない。何？ちょっと、今私がポムフィオーレから遠いから？ビデさんからも遠いってこと？なんで？でも絶対諦めないぞ。ビル様。ビル様。もう諦めてください。私が諦めるか、ビル様が諦めるか。バブルセフセフセフ。そう、ビル様が諦めるか私が諦めるかだったら、まあ、根気が強いのがビル様ではあるけど、今回100連ってところで、100連で絶対に来るんだったら私の方が諦めないんです。ほら、噛んでも諦めなかった私ですから。それかこれ以上私が恥をさらす前に来てください。よろしくお願いします。今のアホみたいな声何。本当に恥をさらす前に早く来て。いざ導かん。
闇の力を秘めし者を。おかしかった、自分が。もうビル様も見かねての登場だよね。あ、な、これってガチャ動画っていうのかな。ガチャはしてるけど、やっぱり私あんまりガチャには触れないのよね。それでは皆さん、お立ちください。年を重ねるたび、階段を上がるように理想の美へ近づいてみせる。期待してなさい。これでも学園行事は大事にするたちなの。学生時代にしか経験できないことだし、あんたも楽しむことね。え、出禁にならずに済んでる。それか今見逃してもらえてもパーティー会場でしばかれるか、その後ポムフィオーレでしばかれるか。嫌だ。ビル様、お誕生日おめでとうございます。さあ、この後は素敵に素敵なビル様を見てお別れしようと思います。いいね、やっぱりポニテ。この着こなし素敵。あ、もうさすがビル様だよ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。